こんにちは<ー> <laughs> 面白かったらスタンディングオベーションしてくださいね最初は剛と申しますえー、今日はですね僕がやっておりますドラゴン桜プロジェクトの話をしたいと思いますがドラゴン桜知ってる人あ皆さんご存知でございますね落ちこぼれの高校生が東大を目指して勉強頑張って人生を変えるという話でございましたが 僕たちのチームはですね、このドラゴン桜を世界中でやっておりますなぜこんなことを始めたのかと申しますとこちらでございますね私の元彼女でございます <laughs> 彼女にですね、ある日振られたことから全て始まりました皆さん今日はちゃんとお付き合いくださいね笑ってやってくださいねこの子がですね、別れ際に去っていくときにこんなことを申しました女性にぜひ読み上げていただきたいんですが ちょっといいですか読み上げていただいてあなたがいつか雑誌に出る日が来たら買うわありがとうございます <laughs> そんなこんなことありがとうございますそうなんでございますねこんなことを言ってさられた日にはもう男子としてはね二度の見返してやると見てろよということでございましてこんな時に出会ったあ落ち込みますよねやっぱりねはいになってますと ここの本を読んだことは人あれいますかねこれグラミン銀行していますかという本でございまして秋田大学の坪井先生が書いていた本でございますこれを読んですごい感動いたしましてもう失恋の後なので何もやることもなかったのでですねちょっととりあえず夜行バスで秋田に行くということでございましてこの著者に会いに行ったわけでございますそしたら坪井先生は驚いてましたね実際はこんな方でございます左ですよ 坪江先生、彼女のメッセージはシンプルでございまして、そんなに気になるんだったらバングラディッシュに行ってこいということでございましてです、ね、私、早稲田の友人2人連れまして、バングラディッシュに行ってまいりました、心でございますね、バングラディッシュ、こんな国でございまして、とにかく人口が多いと、僕がもらった仕事はです、ね、さっきのグランミン銀行の門を叩きまして、何でもいいから下働きさせてくれということを言いました。 そしてこのバングラディッシュの村に行けば行くほどですねとにかく先生の数が足りないぞということでございましてなんと皆さん、このバングラディッシュ4万人先生が足りないということでございます4万人の教員不足どうやって皆さんだったら解決しますか4万人でございますよその時ですね僕あるシーンを思い出しまして高校時代の私の成績でございます 点点満点ですよどうやって2点取るんだと教えましょう見てください全部ゼロって書いてまんですね <laughs> そしたら奇跡的に2つあってだとすごいですよいや2点ばっか取ってる場合じゃないですよちゃんと3点も取ったことですね <laughs> いやいやいや僕だってやれる時あるんですよ見てくださいこれ頑張って16点とかですね <laughs> っていう落ちこぼれ高校生だったんでございますが やっぱりですね僕、早稲田大学大好きでございまして早稲田になんとか行きたいともう行くところはここしかないということでございましてですねこの緑の看板の予備校行ってここ、とても不思議な予備校でございまして全部 DVD でやるんです、授業ねしかもこんな変な先生たちが出てきましてこの人たちの授業をですね DVD で受けまくったらですねなんと1年間で偏差値28から早稲田大学にもう受かっちゃったんですね。 あ,ありがとうございますう、ね、自慢話したいわけじゃないんですけどもこのことをですよここで思い出しちゃったわけですねこのモデルパクったらいいんじゃないかと思ったわけでございますこのアイディアをですね僕が当時インターンしてましたグラミン銀行の総裁ムハマド・ユヌスにしましたらユヌス先生おっしゃった「Do it do it go ahead 前前前,前」ということでございましたあの尊敬するユヌス博士が「前前」と言っているということでですねもうこれやるしかないなと。 大学学を休学してやるあとからこのユヌス先生誰にでも前へ前へと言ってたことがわかったんですが <laughs> まあそれは置いといてですねこの街ですねバングラディッシュの何の街だと思いますこれこの看板垂れ幕全部バングラの塾の垂れ幕なんですよ塾予備校アジアの最貧国のバングラディッシュにこんなに塾とか予備校がありまして。 塾予備校あるところには名物教師あり、バングラディッシュの英語といえばこの男、クドビザハンと、いや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 、バングラディッシュ国語といえばガリファハムと、知らねえやってとかいう声が聞きますけどね、社会といえばモニカイモンでしょうと、この先生たちを口説きを落としまして、ビデオに撮って、それを DVD に焼いて、船で持っていくということでございまして、非常にシンプルなモデルでで E エデュケーション始まりました。この船 よく沈むんでございますね。船で三時間行きますと、こんな。もう超田舎に着きましてですね。この田舎でプロジェクトを開始いたしました。こんな感じですね。はじめ、女の子六人七人から始まりまして。こんな感じ、どんどん集まってきたということでございますね。目指すは、バングラデシュの東大ダッカ大学という。ここに行って、みんなで人生変えようぜと。 ということを言っていたらこれはまるでバングラディッシュのドラゴン桜じゃないかということで朝日新聞がバングラディッシュ版ドラゴン桜始まると報じてからですね僕たちのプロジェクトバングラ版ドラゴン桜と呼ばれるようになりましたこれパートナーのマヒン君でございます彼が今現地で,ですねリーダーシップを持ってやってると初めはこんな感じでみんな楽しそうにやってるんですけどもいろんな問題が起こりましてですね例えば金どうすんだということでございます金 大体これ一年間やるのに百万円かかるんですね。もうお金ないなお金ないな言ってたらなんと皆さんそんな時に限って。リボルバー強盗に襲われるという事件がありましてですね。でもこれ残金はなんとあと四万円ということでございます。あと一ヶ月で九十六万円。稼がないといけないんですけど。どうします。九十六万。奪い返すしかない。奪い返すしかない。倍返し的な感じですかね。稲葉さんどうします。 稼ぐ、稼ぐどうやって稼ぎます寄付,して寄付してもらうとかですね、僕たち考えついたのは当時3つありましたね、親に借りる募金学生ローンと、学生ローンってね、僕の言ってた早稲田大学にたくさんあるんですよね、そしたらですね、最後に救世主が現れると、この参考書を使ったことがある人はいますかね、これ、5、6個分手帳ということでございました。 このゴロゴロ板野先生の事務所に行きましたら、ですね、板野先生が事情分かったと言って、オフィスの奥に行って、ですね、机でごそごそやってると思ったら、なんか封筒を持ってどしんと置いて、た。中を開けたら、なんと諭吉が80枚、あと16万円はというツッコミをされつつも、なんと、皆さん、出世払い、有形無形問わずと。 資金難は突破したと思ったら皆さんなんと停電ですよバングラディッシュの村こんなんじゃパソコンで授業できないですよねどうしますろうそくでろうそくもなかったら朝になるの待つ朝になるの待つかと思えばどうします天気ないんですけど タブレット、じゃないですかタブレットなるほど、こちらでございますねちょ、メイドインチャイナのジェネレーター、2万5000円でございます、これを購入して、ディーゼル入れたらすごい電力出すんですよね、そしたら、ですねこのジェネレーター、うるさくて勉強できないということになりましてです、ね、結局 UPS っていうあの例の蓄電池を使ってやったと。はたまたま皆さん 稲妻スコールが降ったら大変ですよ、通学路がこんなになっちゃいますからね、<laughs> 誰も来れないということでございます。あ船は沈むしと、小宮さん、笑い事じゃないんですよ、なぜこの船は沈むのかということでございます。400人の定員に800人乗るからなんですね。いや、これは笑えないですね、800人乗った船が沈んだら誰も助かりませんからね。はたまた、暴動が起きたら大変だと。 私、どうしてもこの暴動の日はですね外国人はみんな外に出ちゃいけないんですよ、ただどうしてもこの日、空港に行って、その飛行機を乗ってわあの大あの東京に帰らなきゃいけなかったんですね、ただ皆さん、外はこんなんですよ、非常に激しい暴動活動をしていると、とにかくバスを燃やすと、こうやってると、でも飛行機まであと3時間しかない。 どうやってこの暴動状況を抜け出します走る走る先生変装する変装するありそうですね、えー、かなんか,か,くまか囲まってもらう囲まってもらうどうですかやっぱり走るやっぱり走るなるほど最後の手段はこれしかないんです皆さんじゃじゃんあこれじゃないですね <laughs> これは バス燃えてまますすねここの次の次ページででございましたこちらですちあ救急車でございます答えは救急車を買収するということでございましてその買収価格はなんと4500円ということでございましてですね空港までわずか30分で行けるとさすがに先ほどのボートたちもこの救急車は襲わないということでございましたねあこんな病気にもかかりましたね長寿不とかいろいろ大変だったと。 半年間皆さん無事にバングラディッシュに授業を届けた結果我らが高校生30人、ッ科大学の受験に向かっていきました受験はこんな感じの風景でございます日本と似てますよね彼ら一体どうなったのかと申しますと30人受けてですねなんと18人も受かっちゃったんですよ大学にありがとうございますありがとうございますでしかもこの真ん中のヘラール君がですね拳をこうやっておりますけども例の東大のッ科大学に受かっちゃってこれはすごい まるで羽生千春村の奇跡じゃないかということで現地の新聞にも取り上げられるわいろ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 ですね騒ぎになってこの8人現在の生徒数は皆さんこんなになってますよ見てくださいマヒも独裁者かのようになってますねこんな本にもなってます前前前とぜひ興味がある方読んでいたださいですね こんんなないろんなメディアに出ました「ニュースゼロ NHK」NH K「おはよう日本と」といろんなありがとうございますちょっと拍手を置いといてですねこんな話ありましたねこれどうなったと思いますこれあの子はどうなったのかとてむしと <laughs> いうオチまでついたということでございましたまあいいじゃないかとマヒンはこんな偉くなったしということでございます僕たちはですねバングラディッシュでやった後にこんな目標を掲げまして五大陸でやるぞと といいうことでございまし土大陸ドラゴン桜ということを2年前からチャレンジしていてですね現在10カ国、仲間20人でチャレンジをしている最中でございまして今日も仲間募集しておりますのでこの後ぜひ僕にお声掛けくださいそして私が今、個人的に力を入れている国がありましてあこれ、仲間ですねあ進撃の巨人版ドラゴン桜というすごい名前もあるんですねこれ、どこでやってるかというとパレスチナのガザでございましてですね ガザのこの壁の中に最高の授業を送るというプロジェクトだここはですね残念ながら時間がないということで知りたい人はこちらの本を読んでいただけるとですね載っておりますので最高の授業を世界の中に届けるということでございますそして現在最も大事なのはここでございますブラックホークダウン見た人います映画あ、いらっしゃいますね世界で一番危険な国ソマリアで現在活動中ということでございます大変ですここは いやー大変なんですよ、こここんな本がありまして、ですね謎の独立国家、ソマリアンドと、早稲田の先輩が書いた本なんでございますが、こちらによると、現在、世界で一番危ない国、ソマリアは3つに分かれております。どんな3つかというと、1つはですね、もう争いが絶えない国中、ずっと戦争している南部ソマリアはまるで北斗の県状態ということでございます。 南ですよ南は北斗の県の国、その真ん中はどうなんだと、真ん中はですよ皆さん、なんと海賊国家と、これ本当に現代の海賊はこんなかわいくないですね、海賊の国たち、じゃあ北はどうなってるんですかというと、誰も知らないんですよ、北は。噂では、誰かが国を治めてすごいいい国を作っているらしい、まるでラピュタ。 ソマリランドこのソマリランドに目をつけてですね行ってみた、ここでございます、アフリカの角、未承認国家ソマリランド、ここでですねドラゴン桜やろうと思って乗り込んでいきました、こんな国でございます、じゃじゃん、ようこそソマリアランドへと書いてありますが、皆さん、決して行かないでくださいね、外務省は即刻退避してくださいと言っておりますので。 ララククダダの国ですラクダこのラクダをです、ね、どんどん売って商売しているという国でございまして紙幣はソマリランドシリングとこんなボロボロのお金を使っていますすげえインフレをしている国でございましてバナナを買うのにもです、ね、なんとこんな金いるんですよバナナソマリランド名物ラクダのランチこちらでございますねラクダ肉ランチこれいくらということでございまして ラクダフランチを食べるとこんぐらいかかると札束がすごい国なんでございますね海に出れば海賊はいるのかということでございます皆さんいたのか海賊はもう沈んでました海賊最近取り締まられてるんですよ海軍に海賊最近絶滅状態ということですねソマリアンド実際教育はどうなのかということでございます 僕いろんな国で教育の事情を見たんですが、ソマリランドは一番低いところの一つでございます。こんな感じで黒板も破壊されているということでございまして、ある学校の校長先生に出会いまして、アブディ校長というんでございますが、これ、マフィアじゃないですかね、<laughs> 校長なんですけど、これでも一応、彼は言いました、うちの国、大学院なくてさ、と。 この国で一発目の大学を作るべだということになりまして今だったら彼をですよこの大熊・ひけなとかねにできるんじゃないかと思ったわけでございます未承認国家初の大学を作るという現在プロジェクトをやっておりましてですね「アブディ俺が日本でパートナー探してくるよ」ということでいろんなところでですねプレゼンすればするほど非難が降りかかってくると日本は甘くないどこだよそれとソマリランド リターンはあるのかと、いや、そんなことやってもインパクトないでしょと、リスク高すぎるし、君には戦略というものがないのかと、頭を使えとかですね、いろんなことを言われるんですけども、やっぱりそれでもソマリランドでやりたいということでございまして、この目見てくださいよ、やりたいです、安西先生ということでございまして、今もなお頑張っている最中でございまして、1人だけ協力者が出た。 一橋大学、米倉誠一郎先生、彼だけはですねやろうじゃないかと言ってくれました。よし、一人協力者を得たぞということでございまして、ですねだんだんエンジンかかってきて、やってみた、未承認国家の未承認大学院建設中ということでございまして、目指せ大隈、こんな感じで仲間も徐々に増えていったと、先月、副大統領、左にいるんですけども、皆さん、 何がすごいって、彼、未承認国家の副大統領ですからね、なん <laughs> なんだ、それはみたいな感じでございますけど右にいるのは、ですね未承認国家の大統領アドバイザーでございますからね、<laughs> 怪しすぎるみたいな感じでございます。ここでですね宣言してまいりました、俺たち大学に作るぞと、副大統領を助けてくれという話をしたんですね、そしたら皆さん見てください、このテレビカメラが、ですねソマリランド中にこの情報を、ニュースを流しましてですね、 いろんなとこからリスポンスがありました3時間後にですねロンドンにいるソマリランドの友達からあつ見たよと連絡が来たりですねはたまたですねフェイスブックに面白い書き込みが、ね、来たりするんですね暗殺予告とかねいやお前ぶっ殺した結構マジなんですねこれ僕のコメントなんですね That this man at least 最初 must be assassinated 久しぶりに聞いたよアサシネイトとかね、みたいな。で、はぁ、あ、はぁ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 、は l はぁ、はぁ、きるへん、われ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  e ですよ。これはまずいでしょうと、とこいつ、写真なんですよ、フェイスブックなんでね、暗殺さんの写真なんでございますね。こいつなんですよ、僕の命を狙ってる。 ということで、現在、命狙わられているな、みたいな感じでございます。こんな時にですね皆さん、例の大学院の開校式が迫ってきていると、どうしても行かなきゃいけないということでございます。行きます命かけて。行かないかな。行かれますか行かない。先生。 行かなきゃさんざん悩みましてですね結局ですね行くことにいたしました護衛をつけました後ろの彼いかにも頼りない感じ一応カラシニコフ持ってるけどみたい護衛を常に二人来ていただいてですね 1>, 1日3000円で雇えるんですね。2人で6000円ということで。開講式やってみました。11月6日、24日前でございますね。最近でございます。ジャンジャパン・ソマリランド・オープン・ユニバーシティという名前でございます。左にいるのは米倉先生でございます、先ほどの。なんとお客さん、こんなに集まってきちゃったと。 このどこかに暗殺さんが潜んでいるかもしれない。壇上にはさっきの大統領アドバイザー、副大統領アドバイザーも来てる。何かあったらやばいぞということでございます。が、なんとかこの場はつつがなく終わり、大学院が無事オープンいたしまして、15人の行き手が来たということでございます。なんと犯人発見者ということで。 この続きは来週発売のこの本に書かってみるとい, <laughs> ということでございます、皆さん、<laughs> ありがとうございます <laughs>。ありがとうございます僕、皆さんがこの,の本を買ってくれたお金で護衛を雇い続けますので、どうかよろしくお願いしたいと思うんですけども、最後に何が言いたかったかと申しますと、ですねアジアの最貧国でも、封鎖都市ガザでも、いやいや未承認国家でもと、ナステ i ング・ m ズ・インポッシブルと。 不可能はないということをこれからももとに活動していきたいと思いますので皆さんぜひ一緒にやりましょうありがとうございました <laughs> あ,りま <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます